小出さん、もしもし。はい、ご無沙汰しておりました。はい、今日もよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。小出さん、東日本大震災、そして東電の福島原発の事故から丸2年が経ちました。はい。あの、地震の時は、小出さんどちらにいらっしゃいましたか？私の職場の放射線の管理区域の中で仕事をしておりました。熊取町、大阪府の南の方にありますけれども、そうです、そこでも揺れは感じられましたか？全く感じませんでした。ああ、そうですか、はい。私は大阪市内で仕事をしてたんですけど、結構揺れたんですね。そうですか。はあ、で、その後、ニュースで大きな地震だと、それから津波が押し寄せたっていうことは、すぐにお知りになられましたか？今聞いていただいたように、管理区域の中で、はい、結構重要な仕事をその日しておりまして、朝からずっと管理区域の中に閉じこもっていました。はい、それで夕方になって、職場の同僚たちの会議があったので、管理区域から出てきて会議室に行きました。はい、その会議室に、テレビがありまして、そのテレビでみんな釘付けになって、ニュースを見ていました。それで私も初めて、地震と津波があったということを聞きまして、随分驚きました。で、津波、太平洋沿岸に、広い範囲に押し寄せたわけですけれども、はい、福島はじめ、いくつも原発のある地域にも津波が押し寄せましたね。そうです。津波を見て、そして地震の規模を、知られてですね、はい、当然原発のことに、ご心配されたと思うんですけど、どういう、ことをお感じになられましたか？はい、ちょうど私がそのラジオ、テレビのニュースを見たときに、仙台空港に津波が押し寄せている映像だったのです。はい、仙台というのは私が学生時代を過ごした町ですし、少し離れたところに女川の原子力発電所というものが建てられてしまって、はい、私は女川の町でも原子力発電所に反対して活動していたことがありましたので、はい、大変不安に思いました、その時に。女川の原子力発電所を含め東北地方の太平洋岸に原子力発電所が林立しているわけですから、はい、これは容易ならないことにもうすでになっているということに気がつきました。それからは自分で情報を集めるように努めましたし、マスコミからもいやいやといろいろな問い合わせが来て、まさに戦争のような状態に陥ってしまいました。はい、じゃあそこからまさに今おっしゃった戦争のような状態が今日まで続いているわけですけれども、はい、今日まずリスナーの方から質問が寄せられてますので、はい、お答えいただければと思います。はい、福島の除染目標である1ミリシーベルト問題について、はい、国は除染事業で年間追加被曝線量を1ミリシーベルト以下にすると長期目標にしています。この数値は安全なのか危険なのか、福島県の佐藤知事は新たな安全基準を示すよう国に求めていますが、小出さんはどうお考えですかと、はい、いうご質問です。はい、年間1ミリシーベルトというのは、はい、現在ある日本の法律で一般の人々にそれ以上の被曝を与えてはいけないと決められている数字です。うん、はい、ただそれがでは安全なのかと問われてしまえば安全ではありません。はい、放射線に被曝をするということはどんなに微量でも危険が伴うということが現在の学問の定説になっていまして、はい、仮に1年間に1ミリシーベルトという被曝であっても危険は伴うというものです。うん、はい、はい、ただし、このような時代、このような国に住んでいる人間として1年間に1ミリシーベルト程度の危険であれば我慢をすべきだとして決められた数字です。私は多分1年間に1ミリシーベルトという被曝をしてしまうと2500人に1人の方が癌で死ぬ運命を負わされると思っています。国の方はいやいや1万人に1人だ2万人に1人だというようなことを言っていますけれども、いずれにしても危険は必ず伴ってしまうというものですし、
危険があるからこそ法律で人々の被爆の限度というものを決めてきたわけです。で、私自身は原子力というものは全く価値がないし、害悪ばかりだと思いますので、原子力から受ける被爆というものは一切ゼロにすべきだと思ってきました、はい。ただし、残念ながら、まあ、私にそんな権限があるわけではありませんし、日本というこの国の法律でこれまで1年間に1ミリシーベルトというものを国家の方から決めて、それを人々に対して規制してきたわけですね、はい。それならその規制値というものを守るのが国家の最低限の義務だと思いますので、日本に住む人は1年間に1ミリシーベルト以上の被爆をどなたもしてはいけないと思いますし、国がしないようにきちっと対策を取るべきだと思います。はい、わかりました、はい。それで、この、シーベルト、そして、ベクレルという、単位がですね、はい、この2年間、メディアで、非常にたくさん使われてきましたけれども、はい、これもなかなか、理解しにくいという、声も大きいわけですけれども、はい。で、シーベルト、それからベクレルの違い、それからシーベルトとは何かというのを、ちょっと簡単にご説明いただけないでしょうか。はい、ベクレルというのはですね、はい、例えば、電球の明るさだと思ってください、10ワットの電球もあるだろうし、100ワットの電球もあるだろうし、もっと多分野球場の照明なんかに行けばもっと大きい照明もあるんだと思いますが、その元々の強さです、はい、電球なら電球の、でも例えば同じ電球、100ワットという電球があってもごく近くで見れば明るいでしょうけれども、家の外に出てしまってみたらばどんどん暗く、見えなくなるわけですし、遠くどんどん離れればますます見えなくなっていくわけですね。その、見えやすいというか、人のいる場所で感じる明るさというものがシーベルトに相当します、はい。ですから放射能の単位がベクレルですけれども、その放射能から遠ざかってしまえば被爆をする量、つまり明るさを感じる量というのは減っていってくれるという、それがシーベルトです。なるほど、わかりました、はい。それではですね、来週もまたよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします、小出さんにお話を伺いました。ありがとうございます。